はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。新入社で投資する際に、貯金が少ない人や、多い人のケースで活用方法を教えてという話をしていきます。この質問は最近よくもらうんで、気になる方も多いと思います。そんな方に、この動画では、貯金10万円から3000万円における、 新ニーサでの貯金額別の投資方法を解説しますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで知らないと損、新ニーサにおける貯金額別の投資方法を徹底解説という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。 新ニーサは非課税枠年360万、障害投資枠1800万と、投資できる枠が大きくなるが、自分の貯金額に合った投資が何より大事。貯金10万円から100万円であれば、まず生活防衛資金を用意するための貯金を優先しつつ、月数千円で新ニーサも始めてみるといい。貯金300万円から3000万円なら、 貯金対投資イコール50対50段の割合を考えつつバランスをとって新入 i への投資を進めていく。なお成長投資枠で一括投資をする案もあるが基本は積み立て投資がベター。この結論をもとに新入 i を活用した貯金額別の投資方法を丸ごと解説のでぜひ最後まで見てください。そもそもこの動画を撮ろうと思ったきっかけなんですかこんな質問を横もらいます。 来年の新 NISA に備えてどうやって投資をしていこうか考えています。ただしそもそも貯金が少ない人はどんな投資方法がいいのか、また貯金が多めな人はどうすべきか貯金額別に教えてください。この質問への回答をする前に2024年から始まる新 NISA の概要を知っておきましょう。 主な変更点をおさらいしておくと、まずは投資可能期間と非課税期間。こちらはいずれも高級化、無期限化がされます。次に年間の非課税枠。従来の積立ニーサは年間120万円。従来の一般ニーサは年間240万と大幅に増えます。そして障害投資枠。こちらは1800万円。 そのうち従来の一般ニーサの枠である成長投資枠が1200万円。最後に積立ニー s と一般ニーサの併用についても可能になります。この新ニーサの変更点についてはこちらの動画でわかりやすくまとめていますので概要欄にリンクを載せておきますがそれを踏まえて今回は新ニーサにおける貯金額ごとの投資についてお話します。はい、新ニーサでは確かに 貯金額別の戦略が大事になります。なぜかというと、新ニーサは非課税枠が年360万、障害投資枠が1800万なので、仮に2024年から投資を始めて、2028年までの5年間、満額投資をすることもできるんですが、投資額を無理やり増やそうとすると、普段の生活にも支障が出ますし、日々の値動きが大きくなって、精神的にストレスになる可能性もあるので、 投資できる枠が大きくなっても無理な満額投資は NG だからです。その上で解決策としては貯金額別の投資方法を考えていくようにしましょう。これくらいの貯金の人は新ニー差をこう使おうという具体例です。今回は貯金額が10万円、50万円、100万円、300万円、500万円、1000万円、3000万円といったようなこれら7つのケースで 身の丈にあった投資を検討していきますので、順番に改正します。ちなみに、これも前提として、投資先は貯金額に関係なく、基本はシンプルにしておきましょう。すなわち、積み立て投資枠でも成長投資枠でも、全世界株式か米国株式の投資選択を選択するイメージです。これらは資産運用における王道とも言われていますが、過去をずっと遡っても、長い目で見て、 右肩上がりが続いているので、非課税期間が無期限となる新 NISA とも相性はバッチリでしょう。その上でもう少しリスクを取りたい人や配当が欲しい人向けの投資先や銘柄は各ケースで紹介していきます。また、新 NISA の成長投資枠ではスポット投資もできますが、相場を見てのベストなタイミングの投資は現実的になかなか難しいため、忙しい人はやはり、 自動の積み立て投資に任せるのがベターかと思います。それではまず、貯金額別の投資方法の丸一、貯金額が10万円のケース、つまり貯金がほとんどないという人なんですが、大前提として、投資は余裕資金で行うのが原則なので、生活防衛資金をまず貯めるようにしましょう。生活防衛資金とは相談を取り、生活を守るための大事なお金で、 リストレや長期入院など収入が減った時に助けてくれるものになるので職業にもよりますが最低限の生活費のだいたい半年から2年分は用意しておく必要がありますもし生活防衛資金がないと会社の倒産や怪我などで収入がなくなった瞬間に家計が破綻する恐れがありますまた向こう3年から5年後までに使う予定の将来資金も 自然に確保しておいた方がいいので、これも投資に回さない方がいいでしょう。これら生活防衛資金や将来資金を除いたお金こそ、しばらく使う予定のない余裕資金と呼ばれるものなので、これは投資に回しても OK です。いずれにしろ、新忍者で多くの資金を投資するために、生活防衛資金などを投資に回すのは絶対やめましょう。じゃあ、生活防衛資金はいくらを目安にするかですが、これは 収入が激減した際、最低限の生活を維持しつつ、成型を立て直すのにかかるであろう期間を考えるのが大事です。その計算式として、1ヶ月間の最低限の生活費と生計を立て直すための予想期間を考える必要があります。例えば、1ヶ月間の最低限の生活費は15万円としています。ここは勘違いしやすいんですが、毎月の収入ではなく、 最低限として生活費がいくらかを考えましょう。次に、成形を立て直すための予想期間は、会社員の方の最低限として、今回は半年分、6ヶ月にて考えます。そうしたら、このケースでの生活防衛資金は、月15万円 ×6 ヶ月で90万円となので、この90万円を目標に、まず貯金をしていきましょう。ただし、生活防衛資金が貯まるまで、 新ニーサを始められないのももどかしいと思うので、毎月の貯金から一部を新ニーサの投資に回してみましょう。例えば、毎月の給料が手取りで20万円だとしたら、そのうちの10%程度を目安として、毎月2万円を先取り貯蓄に回します。で、そのうち月3000円は新ニーサへの投資に回して、残りの1万7000円で貯金をしておきましょう。こうすれば、 貯金を優先しつつ、新ニーサも小学から始めて運用に慣れておくことができます。それでは次に丸に、貯金額が50万円のケース。このケースなら、会社からのボーナスなどを貯金に回せば、先ほどの生活防衛資金90万円は確保できるかと思います。そのため、新ニーサへの投資額も少し増やして、月5000円程度で考えてみるといいでしょう。ちなみに新ニーサでは、 最初は、積み立て投資枠での積み立てのみ、やっておけば OK です。ただし、月5000円の積み立ては、利益も対して出ないんじゃないかと気になる方もいると思うので、こちらを見てください。これは、月5000円を20年間、毎年積み立てして、年利5%と仮定すると、20年目には、元本120万に対して、利益は85万円になります。小額の積み立て投資でも、ずっと続けることにより、 利益もそれなりに増えていきますが、ここでさらに積み立て期間を伸ばして30年間同じように続けると元本は180万円に対して利益はなんと約236万円になります。しかも新ニーサは非課税期間が無期限なので、この30年間の運用で得た利益も丸々もらえるので驚きです。なんでこんなに利益が増えてくるかというと利益が利益を生む 福利効果が効いてくるからなんですが、少学の積み立て通しても長く続けることで、福利効果が効いてくるので、新入社は月数千円程度の積み立ても始めておくといいでしょう。続いて、丸三、貯金額が100万円のケース。ここまでくれば、生活防衛資金は確保できたので、新入社への資金を増やすようにしましょう。仮に毎月の給料から2万円の先取り貯蓄を続けているなら、 近いうちにまとまった支出がありそうなら、その分は貯金するとして、月1万円は貯金、残りの1万円は新ニーサに充てます。もし近い将来にまとまった支出がなさそうなら、2万円をそのまま新ニーサに充てるのもありでしょう。じゃあここでもう少しリスクを取って投資をしたいときはどうすればいいか。先ほど全世界株式や米国株式の投資信託が資産運用における 王道と言いましたが、もう少しハイリスク、ハイリターンな投資先として、米国のハイテック株などで構成されているナスダック100指数に連動する投資信託を選ぶのもありだと思います。ナスダック100指数は、マイクロソフトやアップル、アマゾンなどハイテック株に多く投資をするイメージで、米国の代表的な株価指数、S&P500 は、 2023年の初めから足元の7月の初めにてプラス15%でしたが、ナスダック100指数はなんとプラス39%驚異的な上昇になっています。このナスダック100の投資診断は新ニーサの積み立て投資枠では選べませんが、成長投資枠で選べるので、もう少しリスクを取って運用していきたいとは検討してみるといいでしょう。そうしたらマルン。 貯金額が300万円のケース。ここからは貯金額がそれなりに大きくなってきたので、貯金と投資のバランスを考えることが大事です。この話は無リスク資産と有リスク資産という言葉が出てきますが、そこまで難しくはないので安心してください。リスクというと危険性みたいなイメージがあるかと思いますが、投資の世界においてリスクとは値動きの幅のことを言います。つまり相場により、 価格が変動するような株式などはリスク、値動きがあるため、有リスク資産と言いますが、一方で現金のように値動きがなく価格が変動しないのを無リスク資産と言います。この二つがあるのを理解して、例えば両者を半分ずつ持つとリスクのバランスをうまく調整することができるんです。例えば貯金額が300万円のケースにて300万円を 50%ずつの半分に分けて150万円を無リスク資産の現金150万円を有リスク資産の株式に分けたとしますちなみにこれは先ほど紹介した全世界株式や米国株式の投資新宅のイメージですその後もし株式が暴落したとして半分に下がったとすると株式の方は75万円になりますが一方で現金の価格は そのまま150万なので、トータルで見ると300万円から225万円と現金がクッションとなって全体では25%の下落で済んだことになります。そのため、貯金と投資の割合は50対50を基準としてもう少し守りたいとは現金を多めに逆に攻めたいとは株式を多めに割合調整を行うのがわかりやすくていいでしょう。このように 株式相場が低迷した際もクッションとなってくれる現金をしっかり用意しておくのも有効な対策と言えます。ちなみにこのケースで150万円の資金を新任者でどう投資するかも話しておくととりあえず積み立て投資枠を埋めることを考えると月10万円かける12ヶ月イコール120万を投資できるので残りの30万円を成長投資枠にて一括投資 もしくは積み立て投資で使い切る形になるでしょう。もしくは積み立て投資枠で月5万円かける24ヶ月にて2年間で使い切るのもいいと思います。あるいは150万円〇〇成長投資枠にて一括投資する案もありますが、投資初心者は精神的に不安になりやすいので基本は積み立て投資がベターです。で、これに加えて毎月の収入からの積み立てを継続しつつ、 ボーナスを一部、新ニーサに回すことができると、資産運用をさらに加速できます。また、ここで、積み立て投資のメリットをおさらいしておきますが、例えば、毎回、100円を積み立てするとして、ある商品の最初の価格が、50円なら2口買えます。で、2回目に暴落が起きて、価格が25円に下がったとしますが、この時も積み立て投資を続けていれば、100円で4口買うことができます。 つまり、価格が安くなった分、多くの量を買えるというわけです。そのため、積み立て投資さえ続けるときは、仮に暴落があっても、それだけ安く、たくさんの量を買うことができて、その分が将来的に値上がりした際に、大きな利益を生んでくれるため、積み立て投資は下落時にも安く買えて、精神的にも余裕を持ちやすいのが、最大のメリットと覚えておきましょう。ただし、誤解しないで欲しいのは、 積み立て投資は決して万能ではなく、単純な右肩上がりなら、当然ですが、一括投資の方が利益が出ます。イラストで見るとすぐわかりますが、仮に値上がりがずっと続いているチャートがあるとして、価格が安い今のうちに買うのが得策と言えます。もちろん実際の相場は上がったり下がったりを繰り返すものですが、積み立て投資だと、 投資元本が増えるのに時間がかかるというネックもあることは覚えておきましょう。それでは丸5、貯金額が500万円のケース。これで貯金額がそれなりに増えてきましたが、自分ならまだ現金と投資の比率は50%で250万円、250万円にしておくかと思います。仮に投資額が400万だと貯金額は100万円で、 バランスが悪くなり、精神的にもやや不安になってしまうでしょう。じゃあ、250万円の資金を新ニーサでどう投資するかですかこちらもまず、積立投資枠を埋めることを考えると、月10万円 ×12 ヶ月、イコール120万円を投資できるので、残りの130万円を成長投資枠にて一括投資、もしくは積立投資で使い切ることを考えます。 ただし、投資初心者と大きな資金の投資は精神的に不安になりやすいので、例えば積み立て投資枠で月5万円の積み立てに留めて、月5万円 ×50 ヶ月イコール250万のように時間分散がベターでしょう。早く投資元本を増やしたくなる気持ちはわかりますが、穏やかに運用を続けていくことも非常に大事です。ちなみにまとまった資金を積み立て投資する際の期間は、 どう考えればいいかですが、先ほど話した通り、精神的に余裕を持ちやすくなるのが、積み立て投資の一番のメリットなので、自分が分散したい期間を考えるのが大事でしょう。例えば、2008年のリーマンショックでは、全世界株式も米国株式も回復まで約5年ほどかかったので、まとまった資金を投資した後に、暴落があるケースまで想定しておくなら、 5年ほどに分けて分割するのもありだと思います。仮に先ほどの資金250万円を積み立て投資枠で月5万円だと、月5万円 ×50 ヶ月イコール250万にて約4年から5年に時間分散ができます。ただしこれはあくまで一例なので、やはりどれくらいの期間で分散して積み立てすれば自分が精神的に余裕を持てるかを第一に考えてみてください。 そうしたら、丸貯金額が1000万円のケース。ここまで来れば、運用できる資産額もそれなりに増えるので、投資の割合を上げる案も出てくるかと思います。50%ずつだと、500万円、500万円になりますが、もう少し攻めたければ、投資を600万から700万に上げて、その場合は、貯金は300万から400万に下げるイメージです。また、この500万円を、 新人サでどう投資するかは、投資元本がだいぶ大きくなったので、最速で投資することを考えると、積立投資枠年120万、成長投資枠年240万で、合計で年360万、残りは翌年に投資。ただし、やはり初心者と、これだけ大きな資金の投資は、不安になりやすいので、例えば月10万円の積立に留めて、月10万円かける50ヶ月、 イコール500万のように、時間分散がベタです。その上で、運用になれるにつれて、投資額を徐々に増やしていくのもありでしょう。ちなみに、これくらいの投資資金になったら、成長投資額で配当をもらうことも考えてみるといいでしょう。例えば、人気どころの EMAXSLIM 全世界株式や米国株式は、分配金が出ないファンドなので、定期的に分配金を受け取って、投資を楽しく続けたければ、 後配当 ETF などが選択肢に上がってくるでしょう。新ニーサの成長投資枠で後配当 ETF は問題なく買えるはずなので、確かに選択肢としてはいいと思いますが、ただし受け取った配当や分配金を新ニーサの投資に回す際は非課税枠の消費になってしまう点は注意が必要です。また配当や分配金を受け取ると将来の値上がり益が それだけ減ることにもつながるので、長期の値上がり益を極力増やすため、配当が不要という人なら、やはり EMAXSLIM 全世界株式や、米国株式のような投資選択がベターでしょう。では最後に07、貯金額が3000万円のケース。これくらいの規模になったら、今までと同じように50%の割合でもいいんですが、投資の割合を 75%にするなら、このイメージになります。投資元本は2250万とかなり大きくなりますが、これでも貯金は750万になるため、精神的に余裕も持ちやすいでしょう。なお、割合の調整、すなわちリバランスは年に一度行えばいいので、仮に株式が相場の上昇によって2500万円になったら、貯金は給料やボーナスを貯めて、 だいたい800万円くらいになっていれば75%の比率がだいたい維持できていいかと思います。じゃあこの2250万の資金を新ニーサでどう投資するかですか自分であれば新ニーサの障害投資額1800万を最速で埋めることをまず考えます。すなわち年360万 ×5 年イコール1800万でその後はひたすら放置。その上で さらに投資する際は税金がかかりますが特定口座を利用するか夫婦なら配偶者の新ニーサ利用も検討をしましょう貯金額が3000万円を超えた場合も同様のイメージで夫婦で新ニーサを活用すれば障害投資額3600万円までは非課税で運用できるので投資資金に余裕があれば積極的に活用しましょうちなみにもし新ニーサで 5年間満額投資を続けたらどうなるかこちらのシミュレーションを見てください。新ニーサの非課税枠は年360万、障害投資枠は1800万なので、毎年360万の投資を5年間続ければ上限に達します。その上で、毎年の利回りを5%と仮定すると、まず1年目は360万、2年目は新規の360万に加えて、 一年目の360万が5%増えるので378万。あとは同じように計算していくとこのようになり、トータルの資産残高は360万、738万、1135万、1552万、1989万になります。その上で新ニーサで満額投資をした後に長く運用したシミュレーションまで見てみると、 障害投資枠1800万は先ほどの5年間の運用で1989万になるためこれを改めて投資元本と考えて運用を続けていったケースを考えています売却をしない限りこれ以上新ニーサで新規の投資はできないので投資元本はずっと変わらず1989万それに対して20年目正確にはこの前に5年間の投資をしているので 25年目になりますが、20年目の利益は3288万、30年目にはなんと6607万となるので、やはり投資元本の大きさが、福利に与える影響がよくわかります。ただしそうは言っても、私たちはひとまず各自の貯金額に合わせて、無理なく新忍差をコツコツとやっていきましょう。 また、今回の話に合わせて、僕からのお願いなんですが、新ニーサに関して、また新しい情報が分かったら、随時シェアをしていきますので、ぜひチャンネル登録をした上で、待っててもらえると嬉しいです。はい。では今日のまとめです。新ニーサは非課税枠年360万、障害投資枠1800万と、投資できる枠が大きくなるが、自分の貯金額に合った投資が何より大事。 貯金10万円から100万円であればまず生活防衛資金を用意するための貯金を優先しつつ月数千円で新 NISA も始めてみるといい貯金300万円から3000万円なら貯金対投資イコール50対50段の割合を考えつつバランスをとって新 NISA への投資を進めていくなお成長投資枠で一括投資をする案もあるが 基本は積み立ってしがベターはいこんなところですねまた分からないことがあれば YouTube のコメント欄か TwitterInstagram を DM から気軽に聞いてくださいそしてこの動画が役に立ったと思ったら是非いいねを押すのを忘れないでくださいよろしくお願いしますそれでは今日もありがとうございましたバンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています役に立ったと思ったら是非チャンネル登録をよろしくお願いします